歩道連盟事件とは、朝鮮戦争の最中である1950年6月25日、韓国国軍、韓国警察、李承番大統領支持者らが、共産主義からの転向者やその家族を再教育するためとして設立されていた、統制組織である、国民歩道連盟の加盟者や習慣中の政治犯や民間人などを大量虐殺した事件。韓国では、 同居会員虐殺事件とも呼ばれる被害者は公式に確認されているもので4934人20万人から120万人とする主張もある1960年の4月革命直後にこの事件の遺族会である全国決虐殺者遺族会が遺族の申告をもとに報告書を作成したがその報告書は虐殺された人数を114万人としている 韓国では近年まで事件に触れることがタブー視され、虐殺は共産主義者によって行われたと言われてきたが、1990年代末に全国各地で被害者の遺体が発掘され、実際にあった事件であることが確認された。2009年11月、真実和解のための過去市整理委員会を通じて、韓国政府は国家機関によって民間人が 犠牲になったことを確認したと発表した。歩道連盟の登録者証日本の敗戦時、朝鮮の抗日勢力においては、民族主義者の潮流が衰退し、共産主義者が各地で主流を占めていた。李昌番率いる大韓民国政府は、ストライキや武装闘争を挑む南朝鮮労働党を中心とする共産勢力に対して弾圧を行い、 1948年12月1日、国家保安法を制定。1949年6月5日、要関死対象者の強化と統制を行う、思想保護観察団体、国民歩道連盟を組織し、翌年にかけて、末端組織を全国に拡大した。愛関民国絶対支持、北海来政権絶対反対、共産主義排撃粉砕。 南北老島暴露粉砕を考慮に掲げる、この組織には、転向した党員が登録されたほか、抵抗を続ける党員の家族や単なる同調者に、対しても登録すれば共産主義者として処罰、しないとして加盟が進められた。歩道連盟に登録すると、食料配給がスムーズに行われたため、食料目当てに登録した人々も多かったと言われ、警察や体制に協力する民間団体が、 左翼取締りの成績を上げるために無関係な人物を登録することもあったとも言う。1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発、朝鮮人民軍が南進し、ソウルに迫った。6月27日、李正万大統領は、歩道連盟員や南朝鮮道同等関係者を処刑するよう命令を発し、同日中にソウルを脱出した。 韓国軍、警察は、釜山にまで交代する一方、歩道連盟に登録していた人民を危険分子と、みなして、大田刑務所などで大虐殺を行った。韓国軍と警察による処刑を待つ、政治犯処刑者の致死確認を行う韓国軍兵士、韓国軍及び、韓国警察により処刑された、政治犯韓国軍兵士による処刑の瞬間継承難動また、 朝鮮人民軍が侵攻していない非戦闘地域のフザン、釜山、馬山、チェジュの刑務所などでも韓国軍や韓国警察により、市民や囚人たちが虐殺されたことが確認されている。また、陳樹刑務所に収監されていた民間人を馬山の廃校に連行して虐殺した。チェジュ島、チェジュでは、同時期に、チェジュ島4.3事件による虐殺もなされている。 中西北道韓国中部の中西北道を清州市、清原軍でも虐殺が行われ、清原軍では100体以上の虐殺隊が発見されており、犠牲者は7000人に上るとされている。全羅南道韓国南西部の全羅南道みな、平軍の村では、韓国陸軍第11師団によって、無実の村民たちが虐殺されたことが明らかにされている。村民たちは、 韓国軍によって一堂に集められると、機関銃で一斉射撃を浴びせられ、銃撃が終わると、韓国軍将校は、生存者は助けるので、立ち上がるようにと呼びかけ、これに応じて立ち上がった人々には、さらなる銃撃が加えられた。調査委員会は、人道に対する罪であるとしている、軽症北道1950年7月から9月に、かけて、軽症北道、 英川市や楽東港近辺の村々では、韓国軍と韓国警察によって、数百名の村民と歩道連盟員が虐殺されたことが確認されている。また、韓国政府の調査によって、アメリカ合衆国の情報機関も虐殺を感知していたことが明らかにされている。韓国当局は彼らが、朝鮮人民軍に呼応して反乱することを恐れたと弁明した。また、 ソウルに侵攻した北朝鮮にとっても、歩道連盟員は党を捨てて、敵の体制に協力した者に他ならず、追求、粛清の対象となった。再び、アメリカ、韓国軍がソウルを奪還すると、北朝鮮の協力者とされた者たちは虐殺された。宇山拓英は、この事件やチェジュ島4.3事件以降に、南北朝鮮双方からの虐殺を逃れようとした。 人々は日本へ避難あるいは密入国し、そのまま在日韓国、朝鮮人となった者も,も数多いと主張している。朝鮮戦争前後民間人虐殺真相究明と名誉回復のための反国民委員会の研究では60万人から120万人が虐殺されたとしている。李承万大統領が失脚した1960年の4月革命直後に、 全国欠虐殺者遺族会が遺族たちの申告をもとに報告書を作成したが、その報告書は虐殺された人数を114万人としている。韓国政府の真実和解のための過去市整理委員会は、朝鮮戦争の初期に韓国政府によって子供を含む少なくとも10万人以上の人々を殺害し、排水口や炭口や海に遺棄したことを確認している。 公開されたアメリカ軍の機密書類には、アメリカ軍将校の立ち合いと虐殺の承認などの詳細が記録されている。イギリス人やオーストラリア人の目撃もあり、アメリカ軍少佐は、ワシントンに虐殺の写真を報告しているが半世紀の間、隠蔽され続けてきた。また、アメリカ軍司令官のダグラス・マッカーサーにも報告されていたが止めようとした形跡は見つかっていない。2000年、 BBC は十二十三歳の少女がアメリカ人の目の前で処刑されたと報じた。また、韓国海軍が遺体を海上に投棄したとする韓国海軍提督による証言も掲載した。二千七年十二月三日にニューヨークタイムズは、キム・ヨンスク韓国陸軍憲兵軍曹が九百五十年六月に韓国陸軍の命令に従い共産主義者の権威をかけられ警察署に 交流されている人々を殺害したとする証言を報じた。キムヨンスクは、銃撃を始めると、人々は、逃げようとしたがワイヤーで呪術つなぎにされており、ワイヤーが腕を切り先服を真っ赤にしたなど、具体的な虐殺の証言を行った。ニューヨークタイムズは、女性や子供を含めた数万人もの非武装の市民が、裁判もなしに虐殺されたと報じるとともに、 韓国政府が2005年に設立した調査委員会の調査によってアメリカ軍機やアメリカ軍地上部隊が非武装の市民を殺害していたことが明らかにされたことも報じている。李承晩以来の独裁的、軍事的政権を批判する立場からは体制によって隠匿されてきた権力犯罪の一環として救命の対象となり、ロブ原政権による過去市生産事業の対象の一つとなった。 2008年1月24日、ロブ・現大統領は、歩道連盟事件の犠牲者追悼式に送ったメッセージで、国家権力の不法行為に対して包括的な形で、謝罪を表明した。韓国紙、朝鮮日報は、2007年3月15日付の、社説で、過去市委員会による壮大な予算の無駄遣いと題し、歩道連盟事件の調査にあたる、真実。 和解のための過去市整理委員会を指し、趣味程度に過去の歴史を書き直したいのなら、何も国民の税金にたからずに過去市書き換え同好会の会員たちで募金活動でもいて必要経費を賄うべきだろうと述べ、真相究明への否定的な斜説を発表している。タブーとされた軍系による国民殺害に触れた早い例として、文学作品では朝廷来大白山脈がある。 2004年には、歩道連盟署名者の生産な処刑が重要な場面で描かれている映画、ブラザーフットが制作、公開された。ありがとうございます。